5月の6日、連休がもうすぐ明ける、小さな自然の下野池の様子です。池の岸辺では、庭関小が今盛りになってます。池の水が少し濁っているのは、先ほどから青緑を、クリーンアップしてました。そのために濁ってます。ヒメガマが大きくなってきてます。クリーンアップをする前の青緑はこんな様子です。岸辺でもう一つエゾミソハギも伸びてきてます。去年この中之島でカルマノが卵を産んで、6羽のヒナを返しました。今年は時々来るようですが、卵はまだ産んでません。お、アサザが咲きました。今年もアサザが咲き始めました。この下の池の深みの方は一面に朝屋の燻製です。あ、もう一つ咲いてます。あ、メダカも泳いでますが、よし、さあこれから、7月8月にかけて、この水の表朝田が、盛りになるでしょう。もう一つ岸辺、サギゴケ、白いサギゴケ、なんか珍しいそうです。サギゴケとエゾミソハギと、庭関所、はい、これが今日の小さな自然の様子。